さん映してあげてくれませんか。いいですか。ちょっと私じゃあできればカンパチを飲む。もしかしてカンパチ、また新しい発見が。なんだろうなんだろう。始まってますか。どうですか、楽しめてますか。いや、かなり満喫させていただいてます。もうだいぶすごいですね。来てくださる皆さんが本当にいい方ばかりですね。そう、本当になんかこう温かいおもてなしをたくさんの方にしていただいて、はい、この歌聞くと乗りたくなっちゃう、ね、皆さん聞いたことあるかな。見てくれてる方の向こうでも一緒に踊ってくれる方が竹谷さん踊ってるかな。踊ってると思います。このあのカノヤからの配信は、思い出すね、9月のイベント。子供たちが自然と音楽に乗って踊ってますね。さっき食べたカンパチ美味しかったですね。美味しかった。明日カンパチの漁船に乗せていただいて、カンパチ業を、はい、初体験させていただきますね。あと椎茸椎茸かさつまいも掘りをさせていただけるかもということで、あのオキスさんの畑でやるらしいです。また新しい体験が、明日もちょっと朝4時に出発して4時からもう帰るまで、夜の帰るまでもうみっちりたっぷりカノヤを堪能しようと思ってますので。すごいですね、はい、またいろいろとよろしくお願いします。覚えてます、覚えてます。はい、楽しませていただいてます。はい、あ、僕今日来ていただいて、今日来て、あのいろんな丼物を楽しませていただいたりとか。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。初めて鹿島県に来ました。あ、そうですか。鹿児島のロースミーですけど、いかがですか。いや、もう空気も美味しいし、ご飯も美味しいし、人とも温かいし、噛みましたけれども。ちなみに丼は何食べたんですか。7種類ぐらい食べたんですけど。食べました、うん、めっちゃ食べましたね。もう一度カラオケ、唐揚げとか、あと鹿児島の黒豚バラ丼も食べましたし、あと鹿児島の、うん、つくねのやつ、あ、つくねも食べた。唐揚げも食べてたよね。唐揚げも食べました。牛タンとそぼろ丼も食べました。見事に県外のものばっかり食べてました。ありがとうございます。鹿児島県、鹿児島に来て県外のものばっかり食べてました。よかった、よかった。いろいろ上手。やっぱり。さすが。はい、いただいてます。はい、そこは外せないと思って。ね、アイラブカノヤですよ。そうなんです。アイラブカノヤ。おー、ありがとうございます。今日は何のあれで来たんですか。今日はここの、みたいな、はい、イベントに、このイベントをたくさんの方に知ってもらっています。はい、あの、野外暮らし、マスタク、7歳、男の子。あ、3つのイベントを展開させて、同時開催になってる。へー、2個目で、お気持ちの方は、こちらの、なんかありますもんね。こちらの、手ぶらで来てもバーベキューができるみたいな。そういうこと、すごい。すごい美味しそうな肉ですね。いい肉なんですよ。最高級の肉を、お手頃価格で。うわ、どこを攻めていくって。そうですよね。一日で食べきれないから、もうざっくり、あ、イベントやってるから寄ってこかっていう感じで。いや、このためにどこを狙ってきたんだろう。お前らはどこを狙ってきたんだろう。全種類狙ってきました。全種類、なるほど、なるほど。今7種類目ぐらいなので、まだまだ制覇、とりあえず丼を制覇してるな。同僚たちはこっちのブースに行くだけの制覇っていうことかな。そうなんですよ。おお、でもやっぱり今の強さって一番伝えていきたいと思います。そうですね。ありがとうございます。先ほどしよかった紹介しましょうか。あ、いいですか。紹介してほしい。ぜひぜひ、ちょっと行きましょうか。いいですよ、行きましょう。でもね、混んでるかもしれないけど、ちょっと。おすすめ。うん。何系がいいですか。神田さんのおすすめです。おすすめのものをご紹介していただけたら。
広島県といえば焼酎でございます。かわいいんですよね、これ。かわいい。鹿児島を代表する焼酎メーカー、まあ、小鹿大会ってあるんですけど、大会様でございます。ありがとうございます。で飲み放題、はい、すごいですね、飲み放題で提供させていただきました。すごいですね、お酒がまあ出てるので、ね、まあ、定番のものとこれはね、はい、今おすすめのバラ、はい、なんかいろいろありますね。こうそちらの金谷バラ園での取れたバラのつぼみを使って、はいはい、妹と一緒に仕込んだ焼酎です。美味しいですか？美味しいです。飲み放題なんで、自信のある顔。乾杯でもしよう。ちょっと行きましょうか。手付けに、はい、行きましょう。はい、せっかくなので、じゃあ大会一つとバラを二つ頂きます。はい、ありがとうございます。お二人は大会のあの鹿児島の焼酎は飲まれたことありますか？こちらあれですよね。この私9月に来ていただいて特に。こちらですね。バラの贈り物を炭酸で。炭酸で。炭酸で。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、ゆうさん乾杯をして。乾杯。あ、ちょっと。ちょっと飲んでから聞いて、はい、いただきます。ありがとうございます。バラの香り、あ、バラの何て言うの、花の香り、美味しい。普通の商品と違いますよね。そうですね、ちょっといい香りがします。いい香りがフローラルです。美味しい。これは炭酸炭酸割りです、はい、ちょっと割ってもらうと飲みやすいですね、うんうん、女性にはすごい。なんか飲んだ後に鼻でふーんってやると、このなんていうんですか、バラの香りがふーんってやると確かに香りがこう充満するというか、わかります。自分のお酒のなんかこう嫌な感じがないですね。そうかもしれないですね。うん、飲める、はい、美味しい。飲みやすいですね。はい、なるほど、来ました。それがお湯割り。うちの、はい、うちの今年に来たばっかりの新業中でございます。これお湯割りで、はい、お湯割りです。いただきます。乾杯。乾杯。いただきます。これこっちですよ、ね、はい、こちらです。このままいただきます。食ってみましょうか。食った、うん、はい、どうぞ。あ、こっちもでも飲みやすいかも。甘みが引き立つと思う。なんか私、鹿児島県のお酒ってすごい強いイメージがあったので、そうでもない、飲みやすいですね。ありがとうございます。うん、飲みやすいですね。うん、鹿児島はベース芋になってきますので、そうですよね、芋のなんか臭いっていうイメージがある方も、はい、イメージもあったりするんですけど、はい、もう全然最近もパッケージにこだわってて、バラを入れてみたりとか、うん、はい、そっちは定番なんですけど、はい、寒くなってきたのでね、お湯割りもいいですね。いいですね、お湯割り。温まります。飲みやすいし、それはのイメージがちょっと変わりました。そうですね、うん、お酒好きな方はぜひ。絶対好きだと思います。このバラのやつも本当に美味しい。いい調子しましたね、今回飲み放題。確かに、ね、バラしかもやっぱパッケージ大事ですよね、女性からすると。確かに可愛さ、可愛さは絶対。プレゼントもしたことちょっとした時のお祝い事に。次のおすすめ行きましょうか。次のおすすめ、こっち。こっちにですね、なんだろう、まあ、さつまいもで作ってる焼酎でございます。芋で作ってる焼酎ね。で、こっちはさつまいも。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今ちょっとネット番組を撮っていただいててですね、ギャルが来てます。ギャル。おすすめメニューを紹介するということで、やっぱりもうここは外せないかなという。なんだろう。ありがとうございます。はい、鹿児島で、鹿児島では有名なのしげるちゃんの芋というシリーズが。しげるちゃんの芋。鹿児島県大隅、大隅の中の鹿屋市っていうのはですね、鹿屋紅はるかっていうブランドがありまして、はい、それ鹿屋紅はるかですね。そ、はい、の芋を作っていらっしゃる南橋市。鹿屋紅はるかを作ってらっしゃる。作ってらっしゃるんです。ここの一番定番おすすめメニューが芋せんべい。芋せんべい。いただいていいですか？引
気があるから硬くなったかも分からないけど、ちょっと食べてください。どうもありがとうございます。芋のすべてを伝授します。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。今がサイン会です。サイン会です。サイン会です。ありがとうございます。どうぞ。すごい。こちらが芋せんべいになります。もうしっかりと大分になって、ああ大きなの、甘みがすごい。はい、半田さんが抜いて活躍します。嘘です。はい、全国どんぶりサミット2016です。皆さん、どんぶり食べていただけましたか？これは美味しい。やっぱりなんか焼き芋、紅生姜をそのまま食べてる感じ。24丼全部食べたって言ってました。それは美味しい。はい、こんなにいらっしゃるんですね。お砂糖も何も入ってない。これ甘みすごいですね。まだ丼やってます。ちょっと帰り際にね、これ食べたい。美味しい。歯ごたえもまた何だろう、止まらなくなりますね。芋けんぴとかは全然違います。歯ごたえがものすごくいいですね。パリパリしてて。これも食べてます。これなんですか？これはペーストで、同じ焼き芋でですね、ペーストですよ。じゃあこっちもいただきます。これはちょっと3時間の締めになったかな。ありがとうございます。今16時までやってるんですね。ペースト状なんか。これはペースト。小腹が過ぎたら食べていってもらいたいと思います。またさっきとちょっと違うけど、こっちの方が柔らかい。でも味はしっかりしてます。おいしい。はい、どうぞ。あ、これはあの大学芋です。大学芋、しげるちゃんの芋です。大学芋、いただきます。大学芋いただきます。かのやのベニハルカを育てられた方です。いただきます。甘い。これは道で味がして、これはもう添加物一切なしです。添加物がなし。これは美味しい。ちっちゃい子からお年寄りの方まで楽しめる。天然の味でこういった味出せるってすごいですよね。美味しいです。元々の糖度が高いからこれだけ美味しさが出てくるんですね。美味しいです。かのや美味しいものいっぱいありすぎて困っちゃうぐらい。また一つのさつまいも歯ごたえを変えたりとか、ここまで楽しめるのっていいですね。そうですね。同じ紅はるかでもまた全然違う。全然違う。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。美味しいですね。さつまいもって女性好きだから。次は、こんにゃくを見つけました。こんにゃく、なんだろう、おでんだって。おでん、ここ、こっちかな。すごい、こんにゃくがいっぱい。私これ好きなんです。聞こえないとすぐ買っちゃうの。わかる。おいしい。絶対美味しいと思う。生姜と豚味噌があるお肉に絡めても美味しいじゃないですか。じゃあじゃあよろしくお願いします。これこんにゃく、こんにゃくです。はい、あ、こんにゃく、わ、こんにゃく芋、2年もんのこんにゃく、2年特注でちょっと作ってもらって、はい、こういうふうに串にしまって、はい、で今日あのうちがの醤油と味噌、はい、お酢を作ってるんで、今日うちで作ってるこういうちょっとピリ辛のお味噌とか、今日だけのオリジナルで柚子味噌を美味しそう作ってきて、はい、それであのちょっと食べてもらってます。半端の美味しいタレの醤油、醤油これね。あ、まだまだ。めちゃめちゃ美味しいですよ。美味しい、あれ美味しい。あの缶バチに食べてもらったら、このお醤油、缶堂っていう小さいボトル詰めて一緒にえ、これもちょっとこのこんにゃくも食べていいんですか？あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。え、ちょっと味とかあるの？うわぁ、こんにゃくがもう手作り感満載。うん、美味しそう。そこら辺から動かない。これは贅沢ですよ。安い。ゆず味噌味とピリ辛味噌味が2種類ありますね。すごい、あの柚子もあの西予市町ってところがあって、はい、大隅半島にそこの果汁を使ったハーフ&ハーフにしたんです。おー、ハーフ、贅沢、贅沢な、贅沢な。うわー、見てください。柚子の柚子味噌と辛味噌、ピリ辛味噌。じゃあ私柚子味噌いきます。ありがとうございます。野菜が好きって方はごめんなさい。
柚子すごいしっかりしてる。私もじゃあ柚子味噌から。酸っぱいくらい柚子が。あ、匂いが確かに。柚子の匂いも。いただきます。匂いすごい。あとはこんにゃくがすごい美味しい。あんなに大事にしてた卵も。本当だ。なんか味がある。柚子そのまま食べてる感じ。柚子味噌。あ、本当ですか。特注。特注。美味しいこれ。ちょっと前は美味しい。そう、匂いがすごい。美味しい。味噌もいってみていいですか。どうぞ。いただきます。おでんってこんな感動するんだ。ありがとうございます。来ましたよ。来ましたよ。来ましたよ。こんにゃくが柚子と光合成光合成してました。次の味も追っていきましょう。最高です。ピリ辛味噌いきます。美味しい。いただきます。ピリ辛が食べながら次の場所に行きます。ピリ辛が美味しい。農林水産省の絶賛のありがとうございます。いやこれはたまらんわ。なんか味噌天国って私甘い味噌のイメージだったんだけど、ピリ辛と柚子とまた全然味のね人が違って、美味しい。にくいボケが挟まりましたけど、かのやに今全国丼サミット来てますけれども、美味しいものばっかりで、なんかこんにゃくって泥臭さ気になる方いると思うんですけど、全くないですね。なかった。こんにゃくだけでもいけそうだよね。そのまま400円にしまして、なおかつ2個買うと600円。こんにちは。配布の定価ですか。これを売り切れないと必ず今は帰れないですよ。自家製のラーメンソーセージですって。ありがとうございます。これ美味しそう。もう焼き色がさ、美味しさをもう分かっている。たまらない。しかも見てください、300円だって。安い。すごい。サンドイッチもあるんだ。自家製の。なんだあれ。カレーパンも手作りで。すごい。ママの。ママの。ちょっとじゃあ試食のソーセージいただきます。いただきます。お肉ジューシーで美味しい。どんな味があるんですか。なんだろう。いただきます。すごい。なんかね、あ、かわいい。お肉の旨味そのまま出てて美味しい。かわいい。ハーブの味がすごく美味しい。ちょっと癖のあるハーブじゃないから多分誰でも食べやすい。サンドイッチ美味しい。これサンドイッチとかにしたら美味しいと思います。おつまみいいね。ごちそうさまです。肉巻き、あの肉巻きですか。はい、いらっしゃい。肉、こんにちは。はい、こんにちは。はい、どうぞ。肉巻きいただきました。東京で美味しかったです。はい、どうもありがとうございます。はい、あったかね。わ、ちゃんと行っていただいていいですか。はい、どうぞ食べてて。どれがいいかな。選んでいただいて。はい、わ、
仕事さ、はい、ありがとうございます。脂が美味しい、大将これは何になるんだろう。ジャンボ串、黒豚のジャンボ串、いい匂い。写真写真どうですか。キュウでした。写真タイムは、ね、欠かせないからね、はい、ありがとうございます。すごいよね、この大きさ。大きい、大きい、ね、大きい。じゃあ、じゃあ、じゃあちょっといただきます。はい、これそのままいっちゃって、油かすがたっぷり。イカ娘、気になる。お、いただきます。やばらかい。いただきます。うん、私から提案ですけど。おいしい。肉厚。大将。これは美味しいですね。なんか油たっぷりで美味しい。フードアクション日本アワード大賞というのを日本一だった。育て方、こういったところでは育てる。放牧すごいですよ。自然飼育食べ物にもこだわってる。すごい。僕は牛を使ってない。うん、この育てて方を聞いた方が面白い。すごい。じゃあもう美味しさがそのまま出てる感じですね。食べれば美味しい。他にも美味しいのもいっぱいありますのでね、もう一回見て帰ってほしいと思います。人間でも食べていい。いやー、じゃあもうだいぶいい日を与えて。オーガニックの資料一度も見て食べるんです。私たちもまだたらんかでありますよ。どっかやりながら回ってきてますね。どう、小山さん。またいっぱいもらっちゃいました。ありがとうございます。これは美味しい。似合いますね。あ、写真撮っておきますかね。そうだそうだ。いや、これは贅沢ですね。どうぞ。お、小山さんが、いいね。いいね。これ贅沢なんだけど、口の中いっぱいになるんだけど、一個丸々一気にいっちゃう。全然脂落とさが、脂が甘くて、そうそうそう、いい豚だから。ヘルシーな豚だ。はい。ぜひぜひ、ここの親分さん。あ、こんにちは。すみません。俺を応援せたり嫁は先ほどソーセージ、その言葉わからない。私ソーセージいただきました。あ、いただいた。いただきました、はい、美味しかったです。どんなソーセージか言ってください。いやいや、もうあのドイツのそのままの味を。へー、うん、ドイツのそのままの味。うん、でもすごいなんだ、お肉なんだけど食べやすいですよね。そうそうそう、サドルバックという品種だからね、脂身が取る。そうなんだ。脂身がね、もうしつこくない、さらっとしてさらっとしてました。脂たっぷりついてても全然食べれます、ね、そう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 、もう脂があれば美味しい。あ、そうなんだ、だから食べやすいんですね。美味しかった。これは違う。これは食べたことじゃん。食べた。これいただきましたよ。これ同じですよね。これ、これ何個じゃん。美味しい。うん。そして、なんかここにある鉄板で、ね、全部食べれる。向こうほらドイツのところはね、はい、あの祭りがあれば、あ、はい、食べながらみんな歩くんです。ああ、なるほど。そうなんです、うん、だから私も行った時には必ずそして、あの、うわ、すごい。すごい。これはすごい。わ、ドイツ。ドイツが味わえる。安い。安いですよね。ガブッと、ガブッと、じゃあ行きます。ガブッと行きます。どうですか。どうですかね。食べやすい。やっぱりまだまだ入りました。おいしい。もう日本にね、やっぱ味だもんな。おいしい。これ色味で分かりますよね。本当に自家製で作られてるのが分かる。分かりなさい。フードスパー
あれどうしたんですか。プレステこれを今いただいてました。あ、はい、ドイツの味を堪能して、うん、いただきます。ね、なんか見えない。そうなんですよ。でも本当に油がサラッとしてるんですよ。色が普通のソーセージとまた違って調合されてる、うん、ヘルシーさも感じますね。ヘルシーな、あー美味しい、うん、あ、パン、わー、すごい、どんどん出てきますね。焼きたてのソーセージの、サンドイッチ。サンドイッチ。サンドイッチがパンの手作りみたいですね。すごい。パンのいい匂いが。うん、なんかね、このソーセージがまた違うんですよ。中のソーセージが違う。一緒に中のソーセージ。私、しょっちゅう食べてます。そうなんですか。すごい美味しいのでね、やっぱここといえばソーセージということで。私、ここで話聞いてたので。うん、いただきます。あったかい。今手作りで全部一個一個やってくれてるんですよ。あ、なるほど。すごい、すごい手作りのパンです。すごい分厚さもまた先ほどのソーセージと違うみたいで、ちょっといただきます。一緒に、じゃあ、はい、せーの。全然さっきのとまた違う。おいしい。でもソーセージとパスタすっごく合いますね。ここのソーセージふわふわでしょ。サンドイッチ用にふわふわです。肉がいい意味でかじったか分からないぐらいのふわふわ。なんだろう、柔らかい。これサンドイッチ用にパンがしっかりしてるから、いろんな種類があってですね、はい、もう私は勝手にソーセージソムリエとも呼んでるんですけども、ソムリエ作っていらっしゃるね、スペシャリストだよね。今日お客さんいらっしゃらないんですけど、そのソーセージを持ってきてもらって、あと味、味も美味しい。わかりますか、このマスタード、はい、合います、合います。ちょっとね、甘めに作っていらっしゃる。だからですね、パンがちょっと塩気があって、うん、余計にまた合いますね。そう、美味しい。これはペロッといけちゃうやつですね。いけますね。またソーセージがもう天下で、そんな邪魔しないのに油の旨味だけ置いていくっていうね。話がうますぎる。最高、最高、最高って言いたかったんでしょ。イエーイ、イエーイ。めっちゃ食べれちゃう。もうね、これは食べやっぱり。でもパンも自家製のだけあって美味しい。後ろに可愛い子ちゃんがいますよ。あ、こんにちは。ね、いちもソーセージ食べてるの。はい。本当。食べるのいいね。美味しいね。よくパンと合うもんね。合いますね。パンと合います。本当に全部こだわりがあって。美味しい。すごく福留でしたね、山さんにも。めっちゃいいブース行ってますね。福留さんとかとも一緒に買うと。紹介していただきました。全然ができちゃうんじゃないかと。お腹がいっぱい。私ソーセージがふわふわって初めて。毎朝食べたくなるよね。しかもさ、重くないから、重くないから美味しい、うん、いくらでも食べれちゃう。あのね、ブルガリーでね、ギノロも来てるんだ。ブルガリーで、じゃあ本場ですね。3回目。おお、すごい。ソーセージとハムの国なんですね。ブルガリー、知らなかった。初めて知るのか。日本からすごい誇らしいって言ってたんですよね。黒田さんは結構日本全国から注目をされてて、この世の誇る福留様でございます。わー、嬉しいです。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。周りがすごい伝わりました。伊勢丹で売ってます。伊勢丹で売ってるんだ。皆さん伊勢丹で買えるみたいです。東京でも買えますか。伊勢丹じゃないの。東京からでも全然食べられる。はい、ありがとうございます。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 
ありがとうございます。ここまででいっちゃん、これもゆっくりいただきながらやりたいと思います。花さんに一言ね、言ってもらうとめっちゃ面白いこと言ってくれる。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。何を言うの、締めを、締めに、はい、はい、ということで農業祭り全国どんぶりサミット2016楽しんでいただけましたでしょうか。よりすぐりのどんぶりを今回紹介させてもらいましたけども、知らんねん私今来て知らん、誰が締めてんねん。すいません、はじめまして、あの金谷オフィシャルリポーターで松竹芸能に入ってます、半田かりと言います。今やっていましたね。そうですよ、でちょっとあの顔見知りということもあって乱入させてもらったんですけども、はい、ちょっとおすすめの店舗を何個か紹介してもらった上に、はい、あのセンス良すぎて勝手におすすめ言ってましたね。私いない間も誰に言われた、すごいね。みんな言い方ばかりで、ね、ということで何にも心配ないかなと思いますので、はい、彼女たちもすごい食レポも上手なのでね、美味しさが伝わったかなと思います。興味できた方はですね、鹿屋市、鹿児島県鹿屋市大隅半島に遊びに来てくださいね。ありがとうございます。すげえ。